FM65 あ、今変更になったんですね。フルパワーブルーエンジン、ブルーエンジン、ブルーエンジン、ね、FM あんまり響けがついてる。楽しかったですね。星川さん頑張ってください。おー、見事です。ですね、私、これ飛んでるの見るの初めてで、水蒸気でやられた方がいて、なかなかうまくいかなくて、私、ちゃんと飛んでるの見るの初めてです。これほど安定して飛ぶとは思いません。どのような日記をやってるかは本人に直接聞いてほしいかと思います。で、エンジンが30の黒いやつですね。はい、30GK。残念ながらもうないですよね、このエンジンね。そうですね。30というエンジン自体は、1年前の再販ということでやったんですが、一応限定ということで、今は製造しておりません。しかし、どうなんですか、こういう、まあ、小さい機械が結構、一見の角度大きなだけじゃないですか。まあ、そう、というか、まあ、一見してね、その水平リアスがないものが届くというのがね、ラジコンならではで、これを実機にしたらまずうまくいかないんじゃないでしょうかね。あ、お見事ですね、ルーツね。まあ、非常に当たり前の話ですけども、実機の場合は中に入って機体の姿勢を体で感じる、あるいはメーカーで読み取るわけですけども、それを全てラジコンの場合は外から機体の速度とか時速特性を見て飛ばせるので、ラジコンの方がよっぽど難しい、実機の操縦よりラジコンの方がよっぽど難しいというふうに私は思っています。越川さん、CFC 千葉フライングクラブからのご参加です。ロールなんかどう、ロールなんかどうですか、できるんですか。おお、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 拍手お願いします。見事なバレルロールでした。ありがとうございます。拍手くれたよ、ほら。でも、初フライトはかなりドキドキしたんじゃないですか。そうですね、初めての今回ご参加です。ランディングが難しいですか、ね。皆さん、飛行場にご注目ください。ランディングに入ります。お見事です。お見事。最後、でんぐり返しですね。でんぐり返しが似合う機体ですね。皆さん、拍手をお願いいたします。